市原英二の花万歳。今日は大人気バキラミルキーウェイのあの大地さんのハウスを紹介させていただきます。こうご期待ください。はい、それではですね、大人気バキラミルキーウェイの大地さんのハウスに入っていきます。もうね、入るやいならもう大人気バキラ、このマネーツリーとも呼ばれる初在住、このバキラミルキーウェイですね。ずらーっと並んでました。ほんと綺麗です。あー、こういうとこね、天の川を彷彿させる、なんかこう恋人とね、こういうハウスをね、入りたいなと思いましたね。もういろんなね、色のねパキラ、そしてね葉っぱはですね、若干変わってるのも発見したり、穂の入り方が若干違います。そしてね、樹形はですねスパイラルになってました。螺旋仕立てというね、これはね全て接ぎ木になってます。こちらのパキラはね、パキラの原木に、この斑入りのパキラを継いであります。継ぎ木と呼ばれる手法で、作られてましたね。そしてね、奥はねパキラのね、ラージパキラ原木、めちゃくちゃでかいミルキーウェイも一つありました。いやー、ほんとね、これ見て癒されない人誰もいらっしゃらないと思います。こちらのね、パキラはね、もうほんと日本で唯一っていう風になってしまいました。パキラミルキーウェイ、そしてレア品種などいろんなものがありました。とにかく斑入りのレアなものが、このタイツさんのハウスにはねいっぱいあります。モンステラもね、こんな変わった穂の入り方、こう色が綺麗でしょう。まあね、新しいね商品いろいろとね仕掛けてはりましたね。次はねどんなものが出るだろうって期待していきます。そしてね、これがねミルキーウェイパキラの原木です。いやー、これは圧巻でしたね。ハウスに行った人しか見れないというパキラミルキーウェイの、原木、これはお金がなるんやって言ってはりました。そして This is Banyan ガジュマルです。そしてガジュマルの中でもパンダガジュマルをたくさん作られていました。この丸みを帯びたねバンヤンガジュマル、かわいいでしょ。そしてね、こちらガジュマルの切り株仕立てバンヤンアートスタンプ、まあいろんな切り株大変やったよって、こんな重いのでいいわって、唯一無二の、ガジュマルの切り株だっていうふうなことでね、タイチさんおっしゃってました。ちょっと値段は高そうでしたけどね、思わず一番いいとこに3パチ貼ってしまいました。